ロマンスカー。ロマンスカーとは、ロマンスシートを腰掛けとして使用した、鉄道車両の愛称、あるいは、列車愛称の一つ。数々の私鉄で使われてきた愛称である。和製英語である。映画館、喫茶店などで、第二次大戦後に見られた二人がけ座席を指す、和製英語。英語のラブシートに相当する。20世紀末以降は、 その他の呼び名、転換クロスシート、回転クロスシートなどが使用されることも多くなってきた。日本の鉄道において乗客が列車の進行方向に向けて二人単位で着席できる形式の座席は1920年代以降広まった。鉄道省の二等車では方向転換可能な二人掛けの腰掛け、転換クロスシートが出現、一部私鉄もこの流れを追った。 また鉄道省の特急列車用三等車にも、一方向固定式の二人掛け座席が用いられるようになった。しかしこの車両を使用した場合、終着駅で一両ごとに、転車台で、または編成ごと方向転換を行った。これについては、デルタ線も参照されたい。それ以前は、進行方向に向けて着席できる座席は4人一組の向かい合わせ固定式。 いわゆるボックスシートのみであり、二人単位のスペースを確保できる座席の出現は画期的であった。向かい合った未知の乗客との退治を嫌おうなく、強いられる四人掛け座席と違い、例えば男女の二人連れが心理的なプライバシーをある程度保ちつつ、二人だけで語らいながら旅をするということも可能になったわけである。1927年。 京阪電気鉄道が日本初の本格的転換クロスシート車である1550型電車を製造した際、京阪はこの車両を進行方向に二人並んで座ることからロマンスカーと命名した。これがロマンスカーという言葉の始まりである。当時、京阪が発行したロマンスカーのしおりには、この旅は日本では未だその日を見ぬ、具合の良い二人相乗り横がかり。 座席、クロスシートの全構成車、ロマンスカー15列車、30両を新造し皆様のご乗用に提供いたす、ことになりました。ゆったりと楽に乗り心地よく、高速度で回送する新造列車をもって、奉仕のできることを誇りといたしますとともに急に増して、ご愛用のほどをご願いたします。と記されている、年代末期以降は、大手私鉄は元より、 地方の中小施設においても、都市間連絡輸送や観光客輸送を目的に転換クロスシート装備の2、扉電車を導入するケースが品質し、それぞれが我が社のロマンスカーとしてアピールされた。しかし、1950年代後半以降は、列車故障、車両形態が多様化し、施設各社が各々独自のネーミングを用いるようになるにつれ、既存のロマンスカー、 ロマンスシートという表現は、あま持ち入られなくなり、いつしか廃れた。唯一小田急電鉄は、自社の特急電車の愛称として1950年代、初頭から一貫して持ち続けてきたため、蒸らした構造によって歌われるなど、一般にも広く定着した。同社は1990年代後半、ロマンスカー関連の故障を商標登録した。 この種の車両を英語で称する場合、歴史や冒頭の定義である二人掛け座席を腰掛けとして使用した鉄道車両の愛称、あるいは列車愛称に求めると、ペア、シーツとレーンが相当するとされる。しかし、鉄道車両の座席配置のうち、主にクロスシートと称される座席配置でよく用いる腰掛けは通例二人掛けであることが多い。また、 旧国鉄 JR の特急用車両に用いる普通車の腰掛けも同様に通例二人掛けであることが多い。そのため、この種の車両一般を指す場合、豪華な列車といった意味合いでデラックストレーンが用いられるともされる。また小田急ロマンスカーは英語案内でもそのままロマンスカーを用いているため、それを援用して使用する事例があるともされる。ここでは、 社外広告等で公式にこの愛称、故障を使用したものについて記す。京阪電気鉄道が1927年に、新造した転換クロスシート車の1550型電車、後に600型に、改版をロマンスカーと称したのが日本におけるロマンスカーの書室とみられる。一時は盛んにロマンスカーの故障を用いたが、戦後の京阪は1800系、電車。 1953年登場に1954年からテレビ受像機を搭載し、これを看板車用テレビカーとしてアピールするようになる。これに伴い、軽阪ロマンスカーの故障は自然消滅した。1929年に半和観測達に主眼を置き、直線主体の良好な線形と大出力の全構成電車を揃えて、半和電気鉄道が、 部分開業した。これと平行線となる南海鉄道は、同年に半和の車両と同格の電球系、後の派2001区派2801系を新造し、対抗したが、翌年に同社が配布した写真帳、領有記念では、当時未観光の南海ビルディング、南馬駅ビルの完成予想図とともに、ローマンスカーの融資として、同社4両編成の写真が掲載されており、少なくとも、 電球系新造時はこれをロマンスカーと呼称していたことが確認できる。1930年に近畿日本鉄道近鉄の前身となる三宮急行電鉄三急が現在の大阪線、山田線にあたる路線を開業させ大阪から伊勢神宮への高速三 k ルートを築いた時の広告にロマンスカーの方が使用された。その車両は 高性能かつハイレベルな設備を有していた2200軽電車を指していると推測できる。1935年登場、改造で転換クロスシートを装備していた神戸資源700軽電車に対してロマンスカーの愛称が用いられていたとされる。1936年に登場した1100型電車のことをロマンスカーとも呼んだ。当初は 片側ロマンスシート、もう片側がロングシートになっていたが、戦時中に座席を半減されロマンスシートは消滅した。1948年から1949年にかけて製造された運輸省規格系電車の一つである800系820番台において、第二次世界大戦後の日本の私鉄では、最初の転換クロスシートが装備され、 旅はこれでこそ楽しいのジャックと共に、戦後初のロマンスカーとして献殿された。以後、造備車である850系、820.850系の後継車である2000系クロスシート車などに、対してもロマンスカーとい故障が用いられた。また、後年になって、山陽電気鉄道の各部書面義で執筆された交換書籍、雑誌記事などにおいても、同社が戦後製造したに、 扉セミクロスシート車を指すごとして、ロマンスカーとい故障が明治的に使用されている。小田急電鉄におけるロマンスカーは、1950年の箱根登山鉄道線箱根湯本駅乗り入れ開始に際し、すでに1948年に運転を再開していた全車座席指定制の有料特急に相性として使用したのが初出されている。その後、世界的にも、 画期的先進車両として、名を馳せた3000系電車、SE 車で、その存在を不動のものとする。東武鉄道では1935年に製造した日光線特急用のクロスシート電車で、波10系、後も波5310系、区波350系以来、特急用車両をロマンスカーと戦後に通称した。 その後継車両として、1951年に登場した5700系電車や1956年に登場した1700系電車にもその名称は踏襲され、1960年登場の豪車な特急電車1720系電車に至っては、デラックスロマンスカー DRC の賞を与えられた。なお、国鉄日光線との競争が激しかった。 昭和30年代の時刻表や案内パンフレットでは、すでに特急運用を外れていた5700系、電車仕様の急行列車にも、ロマンスカーの賞を与えていたため、東部日光線系統の特急、急行列車の総称としての意味合いもあったと、考えられる。また、車両管理の面では、特急専用車両という意味合いで使用されていたと、される。しかし、 1991年に100系電車、スペーシアへ特急運用が移行した後は、同社の広報、広告等でも新愛称である、スペーシアの賞が全面に出されるようになり、現在、ロマンスカーの賞は使用されていない。長野電鉄では、自社線内のみの特急列車を設定するにあたり、新臓した2000系電車について、こう広告したとされる。なお、 自社線内と明記したのは運行当時より、八代駅を介して、旧国鉄新越本線上野駅に急行列車、丸池、滋賀が特急列車として設定されており、それとの差別化や長野駅発着を意識したものとも、言い得る。ただし、観光 PR でのみ使用された関係もあり、後の利用率の低下や、座席配置の変更もあってか1990年代以降では、 持ち入られないようになっていた。なお、小田急電鉄より、1万系電車、帰省の城等を決戦系電車に回収する際に、相性募集を行ったが、その際には、現在の使用状況や旧小田急、ロマンスカー車両ということを鑑み、ロマンスの相性応募は、不可となっていた。国鉄では、ロマンスシートという表現を用いる例はあったが、列車や車両を、 ロマンスカーと呼んだ例は皆無に近い。大阪鉄道局が1935年に編纂した鉄道用語辞典のロマンスカー項目では、鉄道省が1919 19年に製造した転換クロスシートを備えた新式の二等車のことをそう呼ぶとされ、私鉄については全く触れられていない。1980年代初頭に7 5 0急行列車であった。 ノトロ号にロマンスシート仕様のビデオ装備を備えた車両が連結され、これをロマンスカーと称した時期があった。ノトロ自体はキハ58系機動車を使用していたが、七尾千円線地域の観光振興のためにキハ28系一両を試験的に改造したものである。当時すでに普通車のみで蘇生されていたため、ロマンスカーは座席指定席車両として使用されたが、 利用客が伸びず、短期間、1980年から1982年で連結を終了した。第3セクターの能登鉄道では、1988年3月に国鉄の都線の転換によって発足した時に、登場したパノラマ型車両 NT800 系、能登小井地方に、ロマンスカーが通称として引き継がれていた。由来としては、国鉄時代のそれからというものと、 全面展望車を採用していることから、小田急ロマンスカーからというものの2説がある。なお、同社は2002年10月に運行を休止して、廃車された。この事例は、会社内で主に用いられたものを示す。先に示した例にある通り、車両管理面で主に使用されたことがある。ただし、100系、スペーシア搭乗以降は用いられない。名古屋鉄道では、 戦後初の観光特急車として製造された3850系に SR 車、S、ユパー R、オマンスカーの頭文字という故障を使用し、その後、5000系電車以降の高性能車に対する故障へと変死、それ以前に製造された3850系、3900系電車を区別する意味合いで、OR 車、OLDR、オマンスカーの頭文字と故障した。 OR 車という故障は、多少の定義の変遷はあったものの当該系列の、淘汰で、自然消滅したが、SR 車という故障は5000系以降の、各系列間で、総括制御、運転が可能な系列を総称する故障として割れ、現在も、危機流用車である5300系などを含む5000番台形式の、二扉、転換クロスシートを備える、高性能車、一般車を指す、 車内用語として引き続き使用されている。鉄道雑誌等においては、1990年代以前に回転式ないし転換式、クロスシートを装備した私鉄電車を指す用語として、広くロマンスカーの故障が用いられていた時期があった。しかし、21世紀初頭の時点ではすでに廃れ、古い時代の車両を扱った解雇的記事に参見される程度になっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。